皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブの時間が参りました。パーソナリティの伊藤奈と申します。今週もお付き合いの方、よろしくお願いします。今日はですね、9月14日ですけども、収録は9月4日、関東でしています。先週ですね、初めて沖縄の方が出ていただいたんですけども、今後は沖縄の方もどんどん出ていただく予定ではあるんですが、今回は、私が、埼玉の方で、交流会で出会った、ちょっと面白い方を今日お連れしました。庄司さんになります。庄司さん、お越しいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。庄司さんとの出会いは、私が主催している東京の方の交流会はい、がありまして、そちらにお越しいただいたのがきっかけで、はい。じゃあ、ちょっともう一個埼玉の方で私も交流会の、主催してまして、そちらにもちょっと来てもらうことができますかって言ったら、快くね、来ていただいて、はで、そっちは結構ね、人数多かったりはするんですけども、結構いろんな方をね、つながらせていただいたりとか、あといろんな方をね、逆にこう、会にこうね、お誘いいただいたりとか、本当に感謝しております。はい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 、おかあげりがさとまうございまです。会もだいぶね、大きくなって、すごく、感じでした。嬉しく思いますけども。はい。はい、すごいですよね。もう交流会の拡大ですね。どん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 大きくなって。あれ、この前テレビも出たんでしたっけ？すごいですよね。そうですね。テレビとかとはい。新聞とか。はい。はい。もうどんどんこれからちょっと出ていこうかなというふうに思ってますので。い。皆さんともにこうね、成長していきたいなと思っておりますけども。はい。今日は、庄司さんをティーアップする番組ですので、あ、は庄司さんのこい。とをこうくまなくちょっと私ができる範囲で、この30分の中でできたらなと思いますので。はい。お願いいたします。はい。じゃあ、まずですね。ベタなところからいきましょうか。自己紹介からお願いしてもよろしいですか？はじめまして、改めまして、経営コンサルタントの庄司康弘と申します。結構意外だって言われるんですけれども、一応これでもですね、経営コンサルタントを18年間させていただいております。18年ですか？はい。もう、すごいですね。はい。18年と半年になりました。はい。おー、はい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 。はい。で、先ほどちょっと埼玉の話とか出てきましたけども、はい、今、はい。僕は埼玉に住んでるんですけども、実は引っ越してきたのがちょうど10ヶ月前でですね、で、引っ越して間もなく、本当に全然関東に人脈、知り合いがいなくて、人脈に困っていたときに、たまたま、すいません、伊藤さんのことも全然知らなかったんですけれども、CG パートナーさんも何も知らなかったんですけれども、ちょっと行ったらいいよって言われて知らずに行ってですね、その場で本当にたくさん人脈をいただいてですね、それがその後大きく仕事につながっていったということで、本当に感謝しております。そうだったんですね。10ヶ月前。あれね、210ヶ月月。にね、2月22日にやったんですよね。そうです。まだもう全然知りね。合いが関東にいなかった頃だったんで、すごくありがたかったです。はい。そうだったんですか。はい。なので、追加で、これも来ない、これも来ないっていう情報をいただいて、すごくありがたかったんですよ。本当に人脈がなかったので、知り合いが全然いなかったので、なるほど、なそるういうほど、意味でなるは、ほど。お客様っていうだけではなくて、この提携先というか、発注先というようなパートナーも、そこですごく増えたので、本当になんか助けていただいたなと思っています。ありがとうございます。いや、本当主催者側として一番それがもう嬉しい言葉ですね。はもうい。それが狙いで、東京の方の交流会、CG パートナーって言ってたんですけど、やりましたし、あと、埼玉の方の北関東支援会っていう、いわゆる群馬とか栃木とか、埼玉上の方の、ちょっと田舎の方の方が集まってる会があるんですけど、いやー、そこでもね、繋がっていただいて、いや、本当にそれ嬉しいですね。それこそ昨日もですね、名前多分出しちゃっても大丈夫だと思うんですけど、佐藤陽子さんって非常に優れた経歴のお持ちの税理士さんいらっしゃると思うんですけおど、ー、はいはいはいははいい。はいはい。CG パートナーズでね、ご紹介していただいてご縁した方なんですけれども、ほいほいほいほ財い。務コンサルタントとして彼女とコラボでですね、顧問契約をしているお客様のところに昨日は1日2人で行ってたんですね。おー、そうですか、そうですか。はい。なるほど。じゃあ、そういった協業で行くコースも、これからはね、出てくるかとね、思いますね。それ本当嬉しいですね、そういうね。18年間、もうほぼ18年間ですね。宮城県仙台市でずっと経営コンサルタントをしていたんですけれども、まあね、男として起業家としてね、もう自営業18年、一度ぐらいは東京に出てみたいなと思ってですね、10なヶるほど、月なる前ほど。にですね、出てきてみたものは、ものの、都会っていうのはそんなに甘くなかったなという10ヶ月を、噛み締めている、そんな今日この頃でございます。そうなんですね、そうなんですね。やっぱりこの仙台でやってた経営コンサルと、埼玉、東京、
新平やるコンサートはまた違うんですか？あ、もう全然違いましたね。通用しませんでした。東京では。通用しない。あ、そう、仙台で通用してた技が、東京では通用しない。全く通用しませんでしたね。はい。まあ、特に僕は青森とか、秋田とか、山形とか、東京でも特に田舎の方でこのお仕事をさせていただいてましたので。そうなんですね、青森とか。はい、仙台でももちろんやっていましたけども。はいはいはい。はい。なので、まあ、まあ、言ってしまえば田舎者なわけで、そこで、うん、販売していたような、まあ、提供していたサービスというのは、うん、東京に来て、本当に全く通用しなくて、かなり苦しい時期が長かったです。今はやっとだいぶ軌道に乗ってきましたけども、半年間はもうずっと赤字で、もう全然収入にならなくて苦しかったですね。ああ、そうだったんですね。はい。その、まあ、お住まいの埼玉というか、まあ、その、まあ、東京に来られた時に、はい、その、豆腐のクライアント様は今もお付き合いはあるんですか？一応付き合いはありますけれども、うん、まあ、うんうんうん、その、通常の、まあ、顧問契約とかをもうほとんど解除してきて、うん、全部ゼロで、本当に、全くゼロの再スタートでこちらに引っ越してきましたので。はい。じゃあ、庄司さんのコンサルは、ズームじゃなくてリアルでやるのが多いっていう理解でよろしいですか？ううまあ、ちょっとね、余計、話がちょっと逸れちゃうかもしれませんが、余計な話かもしれないですけど、そもそも僕実は、18年っていうのはちょっと、まあ、乱暴な言い方でですね、2020年にコロナで一回仕事ゼロになってるんですよ、僕は。で、はい、コケ出してるんですね、僕一回。そうだったんですね。なるほど。はい、で、その後、コロナ支援のお仕事を、うんうん、てか、まあ、僕がやろうと思ったわけではなくて、持続化給付金とか、そのコロナ融資とか、いろいろ、コロナ支援制度ってもう100個以上ありましたけども、それで助けてほしいっていうのを仲間から言われて、それをボランティアでやってたんですね。はい、あ、なるほど、なるほど。はい。実は一度就職して会社員をやってたんですけども、周りから助けてと言われて、まあ、友達を無料でサービスしていたら、それが口コミでとんでもないことになりましてですね。ああ、そうです、そうです。はい。最終的に口コミで勝手に広がってって、僕はもうスーツも着ないで、名刺も1枚も出さずに、口コミだけで勝手に広がって、お客様200社まで増えたんです。増えたんですね。なので、すごいですね。2020年に1回ゼロになっていて、はいはい、そこで口コミでコロナ関係の支援で200トンコマになったんですけど、それ口コミでどんどん広がったもんですから、はいはいはい、もう全国区になってたんですよ、その時点で。今から北海道までお客様200社いらっしゃるわけですから。へー、すごいですね。はい。はい、なので、もうそれ以降はですね、コロナ以降はですね、はいはいはい、なんかもうリアルじゃなくなってたんですね。そういうのもあって、今だったら東北を離れてもお客様のご迷惑にならないというか、うん、まあ、で、コロナも終わって一回こうちょっと、なんていうんですかね、もう、コロナ支援ももう終わりじゃないですか。どうするかっていう時に、まあ、こっからもう一回やり直すのであれば、この機会にっていうことで、ちょっと、せっかくだから挑戦のために関東に引っ越してきたっていう流れがあるんですね。ああ、そうですか。はい。ああ、じゃあ家族の方が仙台に、まあ、を追いかれて、じゃあ、勝負しに来たと。そうですね。いうのは今年の一番大きな、まあ、はい、まあ、10ヶ月からギリギリ年末なんですかね。そうですね。ね、去年の10月、あ、まあ、11月ぐらいですね。10月末なので引っ越してきたのは。ああ、第一大決心にして。はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。それはね、なかなかこう、決心ってね、こう、できるものではないですし、はい。ね、こう、知らない土地に飛び込むっていうね、勇気って。はい。うん、なかなかこうね、できるもんではね、ないとはね、思うんですけども。はい。その。決心、時間かかりました。1年以上かかってます、決心は。ね、はい、まあ、今となってはね、こうね、いろいろね、お客さんもね、つながって、仕事になってね、はい、よかったですけども。だこの番組でいる方はみんなそういうね、やっぱりこう、谷山がある方ばかりでして、まあ、過去病気してたとか、はい、あとちょっとまあ、残念な結果だったとか、まあ、いろいろあったんですけど、今は頑張って、こう、頑張ってますっていう方が、このね、番組には出る方が多いので。はい。はい、多分こう視聴者の方もきっとね、翔さんのことをちょっと応援したいなという方が沖縄から声がかかるかもしれないね。ありがとうございます。いや、本当に伊藤さんのご縁にはいつも感謝しております。あ、いえいえいえ。まあ、今、沖縄で言いましたけど、これは全国配信、YouTube で、はい、私がアピールの仕方さえ間違えなければ、こう、いろいろ広まるはずなので、その辺の話がまだアピール下手なんですけど。はい、全国各地、こうね、はい、さっき200社っていう、ね、話もありましたけど、もっともっとこう拡大していく可能性もあるのかな、なんて思ってはいるんですけども。はい。そもそも経営コンサルタントを始めたきっかけは何かあったんですか？はい、お、
あ、そこに行きますか。それはですね、まあ、起業した理由はちょっといろいろ、こう、ちょっといろいろ複雑な理由があるんですけども、複雑な、はい、なんでしょう理由か。はい。がいろいろあって、そこはちょっと長くなるんで飛ばしますけど、で、はい。ああ、わかりまし一た。番最初に、まあ、僕二十歳で起業したんですけども、一あ、番二最十初はですね、歳。はいはい。販売促進ツールの、販売業だったんですよ。代理店だったんですね。あ、メ販ール売配の。信システム。まあ、今で言うと簡単に言うと LINE アットみたいな、ああ、お客様はいに、お客様の携帯電話にメールで、今日ラーメン安いよ来てねっていうようなサービスを販売からスタートしたんですね。そうですね。なるはい、ほど。何も知らずに二十歳でそこから起業したわけおお、なんです二十け歳から。ど、当時ですね、まだ携帯の背景が緑色で、画面が親指ぐらいしかないちっちゃい頃で、はい、め、め、あの、そういう意味では QR コードもなかった時代なので、そうですそよのね。最先端のビジネス、今だったら当たり前っていうかもう古いですけども、当時は理解できなかったんですよ、皆さん。なので、販売して終わりではなくて、使い方を説明しなければならなくてですね。なので、こういうチラシを作って、こういうキャンペーンをやって、明快になってくれたら割引があるよって、こうやって集めるんだよっていう、その後のアフターフォローをしないと売れなかったんですよ、当時は。本当に、QR コードとか、カラメールっていう言葉も当時はなかったので、ああ、確かに言われることですね。もう20年近く前の話ですからね。はい。そうですよで、ね。そこで、じゃあこういうチラシを作りましょうか。で、こういう戦略で、こういうふうに売りましょうっていうのをずっとやっていったんですけれども、その結果、もっとこういう販売促進とか、こういうことに関しても教えてよって言われたんですよね。で、いやいや、僕はそのツールを販売する人間であって、そういう仕事はやっていないよと。いやいやいや、追加でお金払うから、いやいや、その代理店としてのその会社通してじゃなくて、庄司さんに直接謝礼を払うから、ビジネスについてアドバイスしてくださいよっていう会社が、1社、2社、3社と自然に増えていって、そうなんですね。はい。で、だんだんそっちの売り上げの方が大きくなってきたんですよね。で、あれ、こういう職業ってなんていう名前なんだろうって言って調べたら、なんか一番合ってそうな、それっぽい名前が経営コンサルタントだったっていうのが経営コンサルタントの始まりです。はい。まあ、そのね、会社でも個人でも、まあ、いわゆるその業績を伸ばす支援っていう意味では、経営コンサルですよね、立派な。なので、最初は販売促進のみをやっていたんですね。今は補助金とか融資とか様々なことをさせていただいておりますけど、当時はそのなるほど。集客の、サポートっていうところだけやっていたんですね。そうだったんですね。はい。じゃあ、それがきっかけで始まれて、今の経営コンサルトにつながったという形なんですね。どうでしたか。ね、18年、いろんなね、ご苦労があったかと思うんですけども、この経営コンサルトとして、最初でどのいった道にこう進もうっていう、なんか思いってあったりするんですか。あんまり大きい夢はなくてですね。そうなんですね。はい。まあ、僕は、家族で幸せになれたらいいなっていうふうには思ってるんですけど、実は、東京に来た目的というか、まあ、恥ずかしながら僕、妻、すごく尊敬している妻がいるんですけど、いいです非ね。常に残念ながらですね、おう、そうなんですか。妻に一回も年収で勝ったことないんですよ、僕。奥さんの方が、年収が高いんですね。で、貯金の金額でも勝ったことないですし、腕相撲でも勝ったことがないんですよ、残念ながら。妻の趣味筋トレなので。そうですね。今、なんか、レスリング選手権で使って言おうかと思ったんですけど。そうだったんです。ちなみに、ヨガのインストラクターです、妻はね。ヨガの、そうなんですね。はい。で、僕は一応こう営業も得意で、結構営業研修もやりますし、一応販売促進のプロじゃないですか。でも、ブログも SNS も営業さえも妻の方が長けてるんですよ、基本的に。で、まあ、すごくね、本当に尊敬していて、素晴らしい妻だと思うんですけど、せめてその隣に立って、恥ずかしくない男になりたいなっていうところが、まあ、実はこの東京に出てきた一つの理由なんです。そうだったんですね。妻は別にそんなの求めてないし、一緒にいて幸せだって言ってくれるんですけれども、僕はやっぱり、男としてほら、やっぱりなんか、養まあ、ありますよね。ってみたくないですか、こう。まあ、ありますよね。いくらハードルがね、高い、そのね、高年収な奥さんがいらっしゃったのちょっと超えたいって、それは思いますよね、やっぱね。ね、男だったらね。はい。っていうところで、まあ一応ちょっとね、いろいろあったんですけれども、まあちょっと、まあ2年間限定で、ちょっと自分の力を本気で試してみたいからっていうことで、2年間限定で単身赴任を今させていただいてまして、本当は東京都内に引っ越してくるつもりだったんですけど、まあ、この妻が大好きなもんですから、妻に会いたいように埼玉の大宮だと、
仙台に帰りやすいので埼玉に住んでるっていう。あ、なるほど。確かに新幹線すぐ近いですもんね。そうなんですよ。仙台大宮近いんですよ、ね。っていう、実はそういう理由なんですね。なるほど。今はもう直通っていうか、大宮の次は仙台ですよね。はやぶさ、はやぶさね。はやぶさだとそうです。なるほど、なるほど。だから妻も結構来てくれてますし、あ、まあ、僕も行くにも行きやすいですし、はい、今住んでる場所すごく気に入ってるんですけども、はい、まあ、はいはい、実はそういう2年間限定の単身赴任で、仙台に戻りやすいようにっていうことで埼玉に来させていただいたっていうところです、ね。あ、そうだった。じゃあちょうど今10ヶ月経過してるから、まあ予定だとあと、まあ、1年ちょっとってあるんですけど。あ、そうです、そうです、そうですね。延長もあるんですか？この2年間限定っていうのが、はいはい、一応ですね、はい、まあ、妻がちょっと再婚なもので、連れ子の娘がいましてですね。あ、はい、で、その娘が大学を卒業して一人暮らしをする予定なので、あ、なるほど、なるほど。そのタイミングで、まあ、ちょっとどうするかっていうところで2年間限定、ね。ただ、ね、僕、個人的な予想なんではですね、うん、はいはい、この大学卒業してすぐ一人暮らしにならないんじゃないかなっていうふうに、ちょっと僕は個人的に思ってまして、そしたらもしかしたらもう半年ぐらい延長あるかもしれないですね。で、これだけね、まあ、ご活躍、ね、されたら、延期したいですね。はい、あとは、僕が、ほら、1年後東京で生き残れてるかどうかっていうのはね、またありますからね。ああ、それはね、大丈夫じゃん。もう、交流会に適度にこう、ご参加いただけ、また新たな方も。今、人材お化けがいますんで。あちこちいますんで。本当に、本当にありがたいことに、今は、皆さんのご縁のおかげで、かなり事業も軌道に乗ってきて、本当に今、いい流れにあるので、本当にこのご縁の力には感謝していますね。本当に皆さんにたくさんご仕事をご紹介いただいてますので。はい。じゃあ、これをまたね、維持していくっていうのは、とても大事なね、こう、目的でもね、はい、ありますしね。うん、まあ、この中でまたね、また新たな方もどんどんね、こう、参加もしていただける回もあったりするので、またそこでね、また広がっていくっていうのは、まあ、恩師でありますよね。まあ、本当にお世話になっていますので、逆にお世話になった方々に、なんか恩返しできるようにしていきたいなっていうふうには、もう普段から思っていますね。やっとちょっと余裕が出てきたのでね。はいはい、そうなんですよね。余裕がないと、こうね、何かこう、やってあげるって、なかなか、やっぱりね、ちょっとやっぱり引っかかるものがありますよね。とは言ってもって、こうね、この姉さんがまあぶち当たる壁だとは思うんですけど。半年間やっぱりずっと赤字だったので、とても辛かったですね。とても辛かったですね。そう、やっぱ結果が出ない時の辛さっていうのはね、やっぱ誰しもね、こう、あるので、そこをどうやってこう、いつかは花開くだろうという、もうそんな方は私もたくさん見てきました。もう、そういう方は大体もう花開くんですけど。はい。でもね、皆さんこうね、頑張ってやってるから諦めずに、やったから成果がね、出てるということなんですよね。はい。まあ、やっぱり仙台でやってた商品が全くこっちで通用しなかったので、やっぱり新しいところにこのチェンジするっていうのはやっぱ怖かったですね。それがね、全く新しいものを作るっていうのはやっぱり怖かったですね。それが当たるかどうかも分からなかったので。ああ、そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ今後ね、またいろんな、まあ、こう時代とともにね、変わっていくこともあるでしょうし、またこうね、人も変わっていく中で、こう、今回のこのきっかけがね、こう、バレエとなって、教訓となって、次に生かされるんじゃないかな、なんてね、ちょっとね、思ってたりしますけども。はい。ね、そうね、さっきこうね、その奥さんの話が散らばれてますけど、今日はなんとね、こう収録日は実は9月の4日の水曜日なんですけど、はい。まあ、関東でやってるんですけども、なんとですね、結婚記念日だっていうことで、私びっくりしちゃいまして、その日に収録ね、ちょっとアポ入れさせていただいて、私とね、ちょっと奥さん殺されちゃうんじゃないかっていう、あ、いやいやいや。思う時間もこの夕方の時間なんですけど、まあなんかね、多分ね、まあ、豪華な食事とか、そういうされるのかななんてこうね、思いながら。ちょっと遠く離れてますから、電話だけで終わりですよ。ああ、そっかそっか、そうですよね。なるほど。いや、でも本当に丸5年経っても、これだけ仲良くね、家族でいていただける。まあ、もちろん妻にも感謝ですけども、その義理の娘がね、結構大きくなってからね、家族にしていただいたんですけども、本当に家族として受け入れてくださったことに本当に感謝していますね。ああ、それもやっぱ翔さん人柄なんでしょうね。ね、全身全霊、そのね、まあ、娘さんって言い方しちゃっていいですかね。こう愛してるからこそなんでしょうね。いや、娘の心が広いからだと思いますね。そう、その辺って実はね、庄司さんのフェイスブックにこう会話なく見る場面があったりしますので、ちょっとここで紹介しませんけども、ここでご興味がある方は、庄司さんのフェイスブック見てもらうと、ちょっと微笑ましいコメントがちらほら載ってますので、まあ、見てもらえるとね、ちょっと私も励みになるところもあったりするので。
いいなと思いながら。はい、ちょっと頑張りたいなとは思ってますけども。へえ、そうですか、そうですか。はい。まあね、そんな庄司さんですけども、はい。うん、ね、交流会もね、こう、ご自身でもね、なんかね、やってらっしゃるって話も、ちょっとね。まあ、昔ですね。はい。あ、昔なんですね。はい。はい。この、こっちに来てからはもう本当に自分の、まあ、売り上げを伸ばすというか、成果のためにやっぱり集中して動いてる部分がありますので、今は運営側ではもう一切やっていなくて。あ、そうなんですね。はい。はい。ただ、仙台にいた時は交流会主催かなりやってましたので。あ、そうだったんですね。はい。でも、こちらではちょっとそういうような、なんていうんですか、ボランティアのっていうのはあまり、今は考えてなくて、どちらかというと、やっぱり妻に追いつくために、数字に追求するっていう、ほら、2年間限定でやってるので、やっぱり結果を出すっていうところに集中するためには、まあ、その交流会の運営側に回る気とかはあまりなくてですね。あ、お手伝いとかはね、言われれば、もうぜひ喜んでさせていただきますけど、申し訳ないですけど、自分の結果に集中したいなっていうことで、そういう主催者側は今はやるつもりはないですね。あ、そうなんですね。はい。あ、じゃあそこはね、もう意識もね、こう、別にね、固いものもあると思いますので、この2年間、はい、まあ、残りね、まあ、1年、あと2ヶ月ではありますけども、まあ、きっと達成はね、できるかとは思うんですけど、はい、まあまあ、超えることっていうかね、とっても大事じゃないかというふうに思っております。まあ、向こうも伸びてるから、ちょっと追いつけるか分からないですけどね。ああ、じゃあ、お互いこうね、伸びていけばね。まあ、でも、それこそ、その超えなくてもいいし、それを追いかけることが大事だと、やっぱり思ってるんでね。そうですね、うん。はい。だから、まあ、その挑戦することがやっぱり大切だと思います。結果はどうあれ。はい。いい目標がいていいですね。はい。ね、ちょっと近くにね。はい。はい、まあ、しかも、見本になりますし、いろいろ教えていただけますから、僕は本当についてるので、本当に。いいですね、いいですね。はい。人のご縁には恵まれてるなっていつも思います、本当に。いや、本当ね、素晴らしい、こうね、夫婦だなっていうふうに、感じます。その、プライベートも仕事にでも、こう、お互い協力しながら、やれていけてんのかなって気はね。ずっとこれかね、3人かな。まあ、娘さんちょっとどうなのかわかんないですけど、まあ、一緒にね、出る時間が増えるといいですよね。はい。そうなるほど、なるほど。ちょっとそこに今、暖かくなったとか、ちょっと私も暑くなっちゃったんですけど、今ね、9月の14日で、ちょっと秋めいてる頃ではあるんですけど、ちょっと今、汗がだらだら、暑くなって出ちゃって、すごく、ほほえましいなって思いながら、聞いておりました。でも、そろそろ大詰めの時間になってきましたね。はい。よくご存知で。はい、そうなんですよね。もう、早いんです。皆さんね、この、10分から25分の間が、早く感じるということで、そうなんです。もうね、このラジオ番組の残りですと数分となってしまいました。はい。ね、多分言いたいことはたっぷりやったんじゃないかと思うんですけども、私もちょっとなかなか全部引き出してないっていうオチはあるんですけども、はい、ちょっとね、最後にこれだけは言いたいということをね、ちょっと言い残して、この番組をね、締めたいと思いますので、まあ、決意でも、はい、その奥さんへ気持ちでも、まあ、何でもいいんですけど、はい。何かこう、庄司さんの思いを一言、バンとぶつけてもらえると嬉しく思います。はい。まあ、そういう意味ではですね、うん、まあ、今日ラジオ番組、始まった瞬間もやっぱり思ったんですけども、お、はい、やっぱりちょっと最近僕は、まあ、ここ最近ね、その生きるのに必死だったっていう意味で、やっぱり自分のことを見すぎていたなと思って、やっぱりその伊藤さんっていつも普段からそのギブ、ギブ、ギブっておっしゃるじゃないですか。で、そうやって皆さんのことを考えて皆さんのために貢献しているから、多分伊藤さんの周りにたくさん人が集まるんだろうなと思って。あ、はい。で、やっとちょっとこの、まあ、なんとか飯を食えるようにはなってきたと。まあ、なんとか東京で一応通用したみたいだっていう状況なのでですね、もちろん数字も追い求めていくんですけども、その数字が欲しい、お金が欲しい、結果が欲しいっていう、まあそれももちろん家庭としてとても大切なんですけど、じゃあ人生として欲しいものかっていった時には、やっぱり伊藤さんみたいな人になりたいなってはいつも思っていて、今までね、お世話になった方々にその恩返しをしたりですね、むしろこれから初めて出会う人にも、なんかそうやってプレゼントできるような自分に、まだ全然そこまでいけないんですけども、まあもうちょっと稼いでですね、もうちょっと余裕作ってからですけども、なんか伊藤さんみたいになれたらなっていうのは、今日ちょっと改めて、この、なぜこのラジオ番組をされてるのかとかいろいろ考えたときに、なんか伊藤さんになんか憧れるなと改めて今日は思いました。今日はありがとうございました。ああ、なんかすごいお恥ずかしいですね。なんか逆にティーアップされちゃって、どうしましょう。ちょっと今いいことが出てこないんですけども、まあそう言っていただいて何よりで。はい。はい、そう。だこの番組を本当はね、ギブギブギブにする前に、つなげるラジオっていう番組にしたかったんですね。はい。そしたら私がこのラジオ番組を紹介した方が、つなげるラジオっていう番組で、実は、日曜日やってるんですね。はい。なんかね、捉えたっていう、まあ、もっと会社の同僚なんですけど、はい。だったので、じゃあ、まあ、じゃあ、あるビジネススクールで、そう、ギブギブギブっていうのを、こう宣言したんですね。
はい、じゃあそれがこの番組にとって一番いいのかなと思って、それでこう、皆さん来てもらって、まあ、私は皆さんをティーアップすると。それで皆さんがこうね、このラジオないし YouTube で、こう、知名度を広がってくればいいのかなっていう形でこの番組名にしたんですね。はい。うん。まあそんなね、褒めていただくなんで、ちょっと逆に今ちょっと指導のものになってしまってますけど、いやいやいや、ちょっとアドリブが苦手なんで。本当に伊藤さんのおかげで実際数字も出てますし、実績も出てるので、本当に感謝しているのは本当なので、本当にありがとうございます。いや、それは、ね、やっぱでもご自身の力だとは、その場をちょっとね、ちょっとだけ提供しただけっていうね、なので、うん。まあもしそういった場をね、また使ってもらえたらね、多分他の方がね、もともとこうね、繋がってこうね、お互いがこう、稼げて、日本経済に、ね、貢献できるんじゃないかなっていう、ちょっとね、なんかかなり大きな話しちゃいましたけど、まあそんな風にね、皆さんもね、こう聞いてる方々ね、繋がっていただければというふうに思います。はい。そんなところで、今週も、この辺で終わりにしたいと思います。すごく今日とても、あったかい、熱いお話をいただかせていただきまして、ありがとうございました。あ、結婚記念日ですからね。はい、そうですね。はい、皆さん、庄司様でした、はい。はい、じゃあ今週はここでお会いします。じゃあ庄司さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません。では失礼します。ありがとうございます。はい。